エクストリームバーサスシリーズの集大成。ガンダムの性能ならもらった。36作品185機体による全ての人類の希望を、作品を超えた極限バトル、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスマキシブーストオンがプレイステーション4に登場。2on2のハイスピードチームバトル、プレイスタイルに合わせて機体を選択、さまざまなアクションを使いこなせ。立たせてもらおう。こんなこと連携なくして勝利はつかめない。止める。両機と共に敵チームに立ち向かえ。ルナこそ勝利の鍵を握る3つのエクストリームバースト、ファイティングバースト、格闘攻撃性能が向上、シューティングバースト、射撃攻撃で力を発揮、エクステンドバースト、危機回避に特化。3つのエクストリームバーストを戦略的に使用し、両機と共に勝利をつかみ取れ。本作では様々なシーンに対応したモードを実装、充実の一人用モードマキシブーストミッション、新たに追加された新モード、様々なミッションをクリアし強化データを獲得。手に入れた強化データで機体を自分好みにカスタマイズし、高難易度ミッションのクリアを目指せ。多種多様なミッションが君を待っている。全てクリアして完全制覇を目指そう。アーケード版にあったブランチバトルも移植、難易度に合わせたルートを攻略せよ。画面分割プレイもできるぞ。白熱の対人戦、オンライン対戦でつながる。世界中のライバルと腕を磨き合え。ルームを作り対戦が楽しめるプレイヤーマッチ、階級を競い合うランクマッチ、気軽に対戦が楽しめるカジュアルマッチ、リプレイ機能も実装。勝利のためには対戦の研究は欠かせない。さらに本作ではプレイステーション4をLANケーブルで接続し、オフラインで 2on2 チームバトルが楽しめるLANバトルも実装。そしてゲームを彩るさまざまなカスタマイズ、ナビキャラクター、敵の行動を読まねばできない作戦です、特別な衣装、称号、ゲージデザインやエンブレム、好みの設定にカスタマイズしバトルをとことん楽しめ。ニュープレイアブルモビルスーツ、アーケード版では未実装の機体が参戦決定。185機体でプレイすることが可能。まずはガンダムビルドファイターズよりザクアメージングが参戦。多彩な射撃と華麗な格闘攻撃で紅の水星の力を見せつけろ。私の全てで答えを打ち抜く。続いて G のレコンギスタよりモンテーロが参戦。ビームジャベリンによる攻防一体のアクションで敵を圧倒せよ。いいんだろうな。じゃあジャベリンはこう使う。蝶のようにはいい、蜂のようにさ。バカめろ。ご覧なさい。いいだろ。俺は前に飛翔しろ。バエル。まだだ。セイラさん今です。よし、ターニットロックを。罪を背負っているホワイトドールなら乱れ撃つぜ。前期クルブラスト解き放つ。消えてなくなれ。ブーストゼノン、こいつを食らいな。ふざけるなよ。私の光を吹き飛べ。フルドレスって眩しいんだから。これが俺のレッドフレームだ。これでプレイステーション4でさらにパワーアップ。
極限進化がリンクする。機動戦士ガンダムエクストリーム VS マキシブーストオン、2020年7月30日発売。パッケージ版初回生産限定特典とダウンロード版早期購入特典は、アーケード版では未実装だったガンダムバルバトスルプスレックスがプレイアブル機体として使用可能に。最大186機体が参戦。プレイステーション。